マクロススマホでカルチャー。こんにちは、エウレカです。さあ今日は歌マクロスやっていこうと思います。ジュンプライドキャンペーンということで、イベントミッションでイベントガチャチケット最大10枚ゲット、ウェディングチャレンジで星5確定サービスチケット期間中2枚ゲット、読み切れませんでした、後で見返しておこう。はい、申し訳ございません、いつも通りかもしれませんが、かなりお聞き苦しい声になってるかと思います。リトライト、昨日おとといとですね、告知しております通り、8月1日の超スーパーミニライブ、月光ステートチャンネルの方で8月1日日曜日午後、噛んだ、止まってしまった、月光ステートチャンネルで午後3時から15時ですね、だから超スーパーミニライブを、あれ腸がなんか増えちゃったから、まあいいや、超スーパーミニライブ生放送をやらせていただこうと思っております。それの練習をですね、昨日一昨日とやってきまして、あーいい感じですよ、やっぱり生演奏でね歌う気持ちよさ、たまらんですね。そんな感じでね、必死に練習してきましたら、こんな感じに喉がガサガサになってしまいまして、辛い、でも楽しい、いや本当に気持ちいいんですよね、生の演奏もこうね、一昨日かな、練習している時にも途中ね気持ちよくなりすぎちゃって、ふーみたいなね、もうふーって声出てませんけど、もうさ途中ね、もう思わず叫び出してしまうぐらいも気持ちいいんですよということで、8月1日月光ステートチャンネル午後3時ですね、生放送よろしくお願いいたします。このエウレカチャンネルではないですからね、月光ステートチャンネルの方ですから。ジューンブライドプレゼントというのをなんかいただいておりますね。9日、あれなんか昨日エウレカこれもらい損ねてる、まあいいか、まあいいでしょう。階段を一歩自治ミレーニュですね。ミレーニュのドレスはなんかこれで3着目ぐらいじゃないか、違ったかな。プリシャスブライド、なんかね、あのバースデーの時になんかそのドレスは確かミレーニュの出てたんですよね。その後にもなんか出たような気もするんですけど、気のせいかな。はい、もう全くね、あのオフになっておりましたので、全然このログインしてないのでね、ボーナスをポチポチといただいております。そう、このね、前のイベント、つい一昨日かな、一昨日までやってたイベント、チケットイベントがですね、はい、改めまして、歌マクロスランカーのエウレカです、よろしくお願いいたします。チケットイベント見事2位ですよ、すごくないですか。全国全世界全銀河ランキング2位ですからね、やりきりました、頑張りましたよはい、もうこんなにということでね、まあちょっと燃え尽き症候群っていったところもあるんですけど、まあね、そのライブの練習でね、ちょっとオフになってたっていうところもありますが、はい、またスイッチ入れ直して復刻エンジェルプライドライブ、あ、ライブじゃない、間違えた、イベントの復刻イベントの方頑張ってやっていこうと思います。そしてミレーニュガチャですねが始まっておりますので、それをやっていきましょう。ログインできない不具合が発生していたそうですね。ジュンブライドキャンペーン、なんかいろいろね、ミラージュさんのなんかミッションとか、あ、衣装解放ステップガチャ、そんなのが出るんだ、12日から。へえ。基本的にね、星6衣装以外はもう全部持っておりますので、あれ、でもこれ見てみると、このランカちゃんのプレートとバサラのプレート、何気に解放プレートだけど星6ですね。
衣装自体は星5衣装なんですけど、プレートは星6になってますね。こんなのも出るのか。へーへーへへ、なるほどね。なんかポスターを受け取りまして、まだ受け取るのがあるライブスキップチケットを受け取りまして、星の星が結婚するとしたら、そうよね、優しくて明るくて一緒にいて楽しい人かね。限定ボイスですね。ちょっと聞き入ってしまいました。さあガチャページへ参りましょう。ミレヌウェディング、ガチャ、こちらの方、ニャンニャンステップガチャではないですね。こちら、はい、デカルガチャ、対象イベントチケット、イベントガチャチケット6月緑、なんかそういうのがあるんだ。あ、なんかこれ持ってないですね。あ、違う、プラトニックラバーじゃない。このイベントチケットは持ってないのでね。イベントやればもらえるのかな。ちょっと全然ログインしてなかったので、全く分かっておりません。イベント進めたから、チケットもらえたらやっていこうと思います。出現詳細の方、エピソードの方でいいかな。はい、いつも通り、いつか誰かのそばにピックアップが 1.600%。そして星4ですね。どっちが好きなの？ 0.716%。星5のねピックアップの方が出現率高いはずなんです。なのに星4を引いちゃうことが結構あるんですね。エピソード階段を一歩ずつ、あ、しまった、歌唱席がない。歌唱席はちょっとホーム画面でん、お、こんなシーンがね。バサルとガブリン、結局どっちが好きなのか、父親であるマックスも気になるところ。どっちだっていいでしょ、全くもうミレーニュ。なかなか可愛いじゃないですかこの絵。あ、いいじゃないですか。ちょっとわざとらしいかな、このレアリティアップ後はな。前の方がいいかな、こっちの方が可愛いですね。なんかこのキョトンとした感じが、はい、ブレッタルモデルのお手伝いとしてウェディングドレスを着ることになったミレーニュ。結婚には早いミレールだけど、少しだけ浮気気分を満喫できたかも。あ、モードスコアアップいいですね。このプレートもなかなか欲しいところではありますが、ちょっとホームに戻って歌唱席を集めていきましょうか。そうしましたらプレゼントボックスですね。まあ多分まだちょっとあると思うんですよ。ほいほいほい、エナジーエイトル、エナジーエイトル、はい、ありましたね。イベントランキング、これはあのスコアランキングだから1000位以内なんですけど、はい、歌はきっと遠くから100位以内というか2位ですからね。2位ですからね。あー、すごいな。イベントマスカー、イベントマスター、ランカーのエウレカでございます。はい、一括受け取りで歌唱席が、あ、1035、あ、まあ OK じゃないんでしょうか。このぐらいでいいと思いますよ。プレートが、ほい、プレート受け取りまして、さあ残り13個、まあええかな。ほい、マキナの誕生日ベスト、マキナパパバスト、ん、はい、デカルガチャやってまいりましょう。まずは1回無料、声が出ない。読み込みが発生しないのでエピソードプレートでもありません。まあ 12% なのでね、エピソードプレート出てくれてもいいはずなんですけど、なかなか来ませんね、そういうのが。はい、エピソードプレートはエピソードプレートでも古いエピソードプレートをいただきました。じゃあ次は割引の300ですね。なかなかねここで一発でピックアップとか来てほしい感じではありますが、初回の割引300を引いていきます。ちょっとね、この間はね、頑張って要さんプレートを重ねに、行きましたが、なんか最近要さんガチャばっかり引いてるような気しますね。バルキリーは3期、読み込みは入ったので、エピソードプレートは出てくれるっぽいんですけど、星5は来ない。あー、日の丸弁当。マジかい。コニコの映画を、階段を一歩ずつ、チェックメイト。ゴリゴリ出航準備、触らないで。触らないでは結構出てきます。共鳴率が下がってきている。ゴリゴリ出航準備、エピソードプレート2枚目が来てくれないぞ。やっぱり名前が1番、ラスト、星4。古くはないか、これ。今、精一杯楽しむ。そんなに古くない気がするぞ。エピソードが追加されました。プレシャスブライド。これそんな古くない。あれ？ブラウブルメのやつか？違ったかな？都のサマーバーリー。あ、フローラルサマーでした。はい、戻りましょう。もう一枚ぐらいエピソードプレート引いておきたいですね。マキタのバストショット。どんな妖精もマキナラブリー。
なかなかいいんじゃないんでしょうか。じゃあこれで20連目、ここら辺で終了にさせておきたいところですね。このチケットね、30枚持ってるのはチャオデカルガチャの方で使っていこうと思います。読み込みが入りましたよ。ということは星5プレートが引ける可能性がかなり高いです。見ていきましょう。エピソードプレートは先ほどもうすでに引きましたので、はい、5機、あー、オッケーオッケーオッケー、これピックアップ引けちゃうんじゃないんでしょうか。さあ星4多め、逆転演出がほぼどっかで出てきてくれるんじゃないんでしょうか。リーダーのシェキミー、バルカの危険性、ここか、星5ですね。どうでしょうか。ユラフはシャマーシュプラッシュかわいいかわいすぎる。リーダーのシェキム、リーダーのシェキム、よっぽどシェキムは、シェキムがシェキムで、要強行突破、違ったかな、あ、要強行突破でしたね。ただいま、あー、どっちがスポーマジかよまた確率の低いピックアップじゃない星4の方を引いていきますか。ラストかな、感想終わっちゃう、かーマジかよ。まあ250、お、ゆらゆらゆら、サバスプラッシュが重なりましたね。エピソードが引けてないんだけど、エピソードが引けてないんだけど、あー、これいいじゃないですか。おしゃれでキュート、スクワリピート、まあ能力的には普通っちゃ普通ですね。うわー未練のガチャのはずだったんだけど、あれいいですね。いやたまらん、これどっちもいいわ。いや前でもいいかな、これかわいすぎる、これ華麗すぎるありがとうございました。戻りましょう。さあそうしましたらホームへ戻りまして、さすがに500はいかないかな、これ500も集まらないと思うけど、一応プレゼント開放しておきましょうか。だってあと十何件とかでしたもんね。あ、でも50とか見るな。どうだろう、受け取るだけ受け取りました。あ、5足りない10連ね、単発で引く気はないので、10連でね、引くときはもう10連で引きますから。そう、引くときは10連で引かないと星4確定っていうね枠がありますね。損しちゃうんですよ。ということで、はい、箇所席5個を持ってきました。アイデイリーミッションの分です。じゃあ、もう一回ガチャページへ参りまして、30連これで終わりにしましょう。さあ、せめてね、せめてエピソードプレート、それで終わらせたい。それをしっかりと引いておきたい。おっと、読み込みが入った。これ再び星5が来てくれるかもしれないぞよろしくお願いします。バルキリーが1機3機5機は飛ばない。まあでもね、呼び込みはあったのできっと星5が来てくれると思うんですが、どうでしょう。階段を一歩ずつ重ねました。よかった。ここでカットインが来ましたね。どうすか、ピックアップでいいんじゃないですか今度は。ちげえマジかよマジかよ、ここんとこ何なんだろう。こないだの要さん時もな、あれ、今度こそピックアップでいいんじゃないですか、今度こそ、ちげえ、何なんだよこれは、ときめきを裏切りすぎだろうが、マジ裏切りすぎ、2枚抜きですよ。子猫の笑顔、また助けてくれたんだ、エウレカは助けてくれないみたいですが、ミクも思うまきな、触らないで、俺のピックアップに触らないで、仲良く記念写中へ、別れ側のチース、星4がさすがに逆転、 SOS レイナ、古いな初期プレート、マジかよこれこないだのやつもガチャもそうでしたよね。ドミニクさんと一緒に引いた時ですよ。もう結構星5引いたのに全然ピックアップ来ねえでやんの、今回もですよ。マジひどすぎ。星5、3枚ですよ。30連で星5、3枚。ピックアップ0枚。おかしいってこれ。星5の出現率 5%。ピックアップの出現率 1.6%。星5を引けた時の約3分の1。
程度はピックアップが弾けるはずなんですよ。それがなぜにこんなにもピックアップが弾けない。そんなに、いやチットがね全然イライラしてません。エウレカはね温厚な性格をしておりますから、ちょっと保持語が弾けないぐらいで、ちょっとピックアップが弾けないぐらいでね、そんなにイライラしません。大丈夫ですよ。エピソードプレートからまずは進めていきましょう。ニュルニュルニュルとストーンのショーですね。ニュルニュルニュルとストーンのチューまでは届きませんが、次ですね、どっちが好きなの、いかつー解放と、ニュルニュルニュルストーンのチューですね。ニュルニュルニュルとストーンの台まで行きました。これでエピソードが400進んだのかな。あとはエピソードオーブ使っていきましょう。17個、まあまあまあまだありますね。 1,2,3,4,5,6 6つですね。7つ飛び抜けちゃいます。アイテム使用、ニュルニュルニュルと外傷石10個いただきまして、残り80がエピソード部のチュをアイテム使用。ニュルニュルニュル残り30、エピソード部のシャオですね。 1,2,3 アイテム使用、ニュルニュルニュルコンプリート。俺のピックアップはどこへ行ったんだろうな。あはは、じゃないわよ。最高最高。なんか太ももについてるな。トルソを受け取りまして、新しい衣装ゲットいたしました。じゃあこれイベントでよかったのかな。天使の絵の具ミラーバージョンをやれと、そういう風な感じだったと思います。エンジェルブライドへ参ります。はい、バストアップですね。大切な衣装なの、どうしてもあなたに見せたくて。はい、ありがとうございます。視線いただきました。はい、ありがとうございます。会話をスチップいたします。去年だったっけな、この衣装違ったかな。そんなに古くなかったような気するんですよね。あ、ミシェルがいる、ミシェルがいる、ミシェルがいるけど、でもちょっと曲が違うな。お金があればいいのにな。階段を一歩十中、残念ながらこれエピソード取れませんでした。そうしましたら、にょほ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 にょ、そしたら普通のライブでいいかな、もう。はい、ライブページへ参りまして、マクロス初代これでいいか。天使の絵の具、ベリーハードでやるの、ベリーハードですか。アシストがクリスさんのアシストをいただきまして、でこれをミレーニュへ入れ替えていきましょう。いや天使の絵の具でよかったはず。天使の絵の具、はい、センターをミレーニュに切り替えます。自動編成でいいかな。自動編成いたしまして、スキップ抜きまして、ゲーム設定を 3D フルにしましょう。あとは失礼、長押しでお着替えですね。衣装センター、マキナのバストショットどうからのニュルニュルといきまして、そうそう、ドレスはね、あ、ドレスそんなもんか。まあそうだな、ディーバ、あ、やっぱそうだそうだ、トゥインクルゼファーね、ここにもドレスありますからね。燃えてきた、プレシャスブライドですね。試着、張り切っていきましょう。ビューしていきます。ちょっと気になったこの太ももの部分、なんかちょっと模様が細かすぎて気持ち悪いっていうか、なんか蜂みたいなイメージ。まあまあまあいいんじゃないでしょうか。このお花は何なんでしょうかね、このワンポイントね。それと同じ、多分足の部分とね、靴と言いそうになった。ヒール違う、これはアンクレットでいいのかな。と同じ柄の、同じモチーフでしょうね、この花は。あ、でもなんかこれスカートの中に手が見えるっていうのは、ちょっとミレーニュのこのポージングはちょっとどうなのかなといったところなんですけど、ほうほうほう、あ、後ろにも同じ花がついております。頭の部分にも同じ花がついてますね。まあまあまあいいんじゃないでしょうか。縦向きにしておきましょうか。
ちょっと手が食い込んじゃってるのは残念。こういう時はね、あのマーキナとかね、あとランカちゃんみたくね、手を抱えてる方が、腕を上げてる方が、見栄えは良くなるのかもしれないですね。終了、着替える。ウォーケイト、これで準備 OK ですね。よくらせ。じゃあイヤホンを準備しまして、これで曲やってきます。張り切っていきましょう。イヤホンぶっ刺しました。 OK と、あ、バルキリー変えてなかったな。イサム・ダイソン、いくで。激しいんですよね、この最初の部分。いい感じじゃねえか。あ、後ろにもうあの花が、あの花がついてますね、後ろに。黄昏映す窓辺へと舞い降りる、きらめくそよ風吸い込んで、空を見るとき悲しい出来事がブルーに染めた心を、天使の絵の具で塗り替えるの、思いのままに。南、ほほう、結構やるじゃない。体の芯まで燃えるわよ。うん、今ね、あ、いいタイミングであのイヤホン抜けましたね。最後のこうスワイプする直前にポンと抜いたんで、フルコンボ切れそうになったけど、まあなんとかなんとかやりきりましたね。グレートさん、あ、惜しいな。もうちょっとでパーフェクトだった。うん、いや、まあね、あの集中すればね、パーフェクトも取れますし、あのもちろんね、エクストリームもちゃんとフルコンボできてますからね。ありがとう、もう最高。ピックアップ弾けなかったけど。ちょっとね、ここ最近なんかガチャ運が悪くはないんだけど、なんか乗れてないっていう感じはしますね。こうバシッブラシッとね、ピックアップが弾けないんですよ。悔しい。星子3枚引いてピックアップ0枚でした。そしてピックアップより確率の低い、新規エピソードの星4が引きました。ありがとうございました。次はこれ総力ライブが始まる前日あたりかなに、総力ライブガチャという名で、次誰が出るのかなちょっと忘れちゃいましたが、またなんか上、またねポツポツとウェディング衣装のね、ランカちゃんのがどっかで出るはずなんですよ。後半だったかな。星5衣装はもう確実に全部取っていきますからね。まあ今月ね、偶然にもね、プレイヤーのね、星6引くことができたのでね、いや、ほんとラッキーでしたけど、基本的に星6はもう取れなくても諦める、で復刻のところで取りに行く、そういう風にやっていこうと思っておりますので、はい、これからもぜひともよろしくお願いいたします。で、繰り返ししつこいようですが、8月1日月光ステイトチャンネルの方で、生配信ライブやりますので、そちらもよろしくお願いいたします。ちょっと喉がつらかったですけど、ご視聴どうもありがとうございました。